じゃあ元気ないんですよ。これはシワ隠しだしね、これ喉のシワ隠しでね、今猛烈な刺痛ですね。歯の痛さに、まあ、病院って書いてたんですけどね、まあ、いい塩梅に私の知ってる、これ今今日から出るんですけどね、これ吉沢さんっていうね、非常に信用できる医者の、これ歯の方どうぞやってみてください、ちょっと宣伝させてもらいました。痛い状態で見てらっしゃる方たくさんいると思いますよね、痛いっていうのは何より嫌ですよ。で元気そうですけども、どうにもならないんですよ。記憶力悪くなってきてるしね、野添陳平だか野坂だか分かんなくなっちゃったぐらいでもってね、で、まあ、目はなんとかなるけども、喉は例によって起こすわ、食道はがんだ、淋病は治らないし、誰かに移してやりたいと思うんだけど、ぼこちんは立たないし、痩せちゃって、やたらへだけブーブーでやっても、いや嘘じゃない、始末が悪い状況になってきてますよ、ね、マムシはバカだから元気だけどね。俺だって頑張って元気でやってんだ。まあまあいいや、年取るといろいろあります。おじいさんお年はおいくつですか？86。あ、そうですか。最後のセックスはいつ頃でした？今朝の4時で、そのぐらい元気ならいいんですけどね。行こうか。まあ、今もありましたようにね、やらせ質問とタウンミーティング後で説明しますけど、それがねはっきり解決しないのに、教育基本法だ、いじめの問題もあるのに、なんで採決を急ぐんだと、じゃあってんで単独採決になったんですよ。国会ではよくある話でね。よくありますね。我々ね、まあ料亭なんかで待ってるとね、今日は皆さんの期待すべきことが起きますよねっつってる、つまり単独採決ですね。もっと強行採決だよ。強行採決ですね。それはまあこうなるから俺なんかすぐ逃げちゃうんだけどね。たまんねえ。でも強行採決もある程度ね、予告とは言いませんけど、大体阿吽の呼吸で分かるという、カメラがみんな待ってるという、そういうのもうバカバカしくてやりません。今は単独採決です。野党がいない。自民党だけ、与党だけ、公明党も与党。どっちが悪いんですか、その、やった方が悪いんですか、行かない方が悪いんですか。いや、これはですね、審議を尽くせと言うんだったらば、いなきゃいけないんですよ、理屈から言うと。だけども、いたらね、採決されちゃうからってんで、野党もなんか中途半端ですけどね。野党ってのは中途半端ですけどね。もともとね。だから、その辺が分かりにくいんですが、今のタウンミーティングっていうのは、もうこれははっきりしてるんです。国民大集会みたいなもんでね、政府が重要政策をね、審議するときに国民の声を聞く、そしてこちら側の意見も言うってんで、大々的に全国の、ね、大都市で何回も開いて、今まで小泉さんが始めたんですが170回開いたんじゃないかな。民間の人を呼んで、上に並ぶのは政治関係ですよ、だけどもそのタウンミーティングがやらせだという、桜なんかどこでもいるよな。いやどこでもいますけど、日本は桜の国ってぐらいだから。そうだよ。いやそうだよじゃないよ、ね、国民の意見を聞いて賛否をいろいろね、世論を探るという時に桜入れたらよくねと、こういうことですよ。こっちも桜入れりゃいいじゃねえか、反対の桜。いや反対桜ってのは、いや反対桜じゃないんだよ。逆桜要するにね、たくさん集まった場合、言いたいこと言ってね、質問ってった時に誰もね手挙げないでじっとしちゃ困るでしょ。だから最初にね、うわっと桜がやった、それで次で終わっちゃ困るから次の桜がいてって、こういうようにね、やらせの質疑を。オークションやなんかでよくさ、ね、あげるじゃない、そういうのみたいなもんだよ。オークションはやらせじゃありませんよ。いや、やっとだけど、もう一応さ、誰かがファッと手挙げて、やっとで値段がどんどん上がってくってない、じゃあ、やらせっていうのは全部最後までやらせじゃないの？違います。真面目に質問する人もいるんですけども、最初盛り上げたり、ね、死因となった時に次の矢を放つとか、そういう役割の人頼んどくわけですよ。株式総会なんかでもあるんじゃない？株主総会は昔からもうそういうのは桜みたいなのがいっぱいいました、だからそれは民間、そう総会屋もいた。でも民間でしょ、今回のタウンミーティングなら税金を使って、ね、重要法案に対して国民の声を聞くんですから。1000万とかなんか使ったんでしょ。もっとです。これはね、役人はそういうこと慣れてないからできませんけどね、まあ、はっきり言えば電通とかで大きなところに、ね、丸投げするんですよ。ああ、代理店に。代理店に。そうすると大体ね、タウンミーティングの場合ははっきりしませんが、4000万ぐらいかかるんですよ。会場を借りて人を集めて、いろんなことやりますから、大変なんですよ、結構。面倒くさいんですけども、役人はやれない。で、この丸投げ。
ところがですね、自主的にやれば300万ぐらいなんですよ。上がるんだよね。僕は大学で やってましたから、うんうんうん、そういうこと。そうすると電通に頼むとね、3000何百万で予算くるんですよ、うんうん、冗談じゃないよ、10分の1でできるってできちゃうんです、うん、でも今回のタウンミーティングは全部丸投げしてるんですよ、いろんな広告代理店に、うん、だけど我々何やったか全く知らねえし、大して効果がねえんじゃねえの、うん、まあ形式だけだね。それでよくなったような、いや今回教育基本法について、うん、ね、まあ、やらせ質問がある民主党が、だからとんでもないですけど、民主党だっていろんな会合の時に大体桜を置いてありますから、言いたい放題だからズバッと言いますけどね、教育を役人の考え方と思ってできるわけねえんですよ、うん、ないよ。でもっとズバッと言えばね、これカットされると思うけどね、うんうん、自殺しようが何しようが親は困るかもしれないけどね、俺たちは全く関係ねえんだ、うん、はっきりと、うん、そういうわけにいかないから、かわいそうねとか大変ねって言ってる、自分のガキであるまいし、日本人なんていくらもいるんだからね。そうは言ってもね、これからね、子供が育っていく、その子がね、途中でって、これはやっぱりまずいよ。誰がまずいんだよ、お前まずくねえだろ別に。国がまずい、国の将来。で、国が野蛮国だと思われたりなんかするってこと？野蛮国とは言ってない。野蛮国、黒羽と聞いてない。ダメだ、タウンミーティングの話戻して途中なんだから。いや、タウンミーティングね、いいよ。あ、タウンミーティングってのは何、町の意見ってことでしょ？まあまあ、町の集会というような意味ですから。だからそこでさ、うん、大きな代理店がそこで質問を受けますよって言った時に、うん、質問を受けられ出せないようなやつをなぜ集めるのよ。問題はね、ね、いい、うん、あのコンサートとかね、うん、男子独演会とかって言うんでね、うん、お金取って切符売れてうわっとお客来るんじゃないんだよ、うん、ほっといたら来ないんですよ、硬、うんうん、いしつまんないから、うん、だから集めるのが動員ですよ、うん、そうするといろんなところに頼んで来てもらうという、動員が一義なのか、それともその質問の自分たちの良い方に持ってくるのが一義なのか、なのかって、それは数がいなきゃまず盛り上がりませんよね、まあいいですよ。その次に今度は質問がなかったら法的の喋りっぱなしは、これは意見を交換したことになりませんから。その質問がですね、うんうん、政府に都合のいい質問でないと困るの。もちろん。それもちろんですよ。反対意見が当然あるだろう。人を集めたってダメじゃないの。ダメだよ。不特定多数を集めたって。いや、ダメじゃないじゃないの。ね、要するにこの問題についてより深く聞きたいことがあって質問人があるんだから、その質問はだって無理やり連れてきた人じゃないの。いや無理やりとは言わない、ちゃんと自主的に来てる人がたくさんいますから。そういう人に質問させりゃいいじゃん。だからそういう人も質問してるんです、うん、だけども何人かは用意して役人が紙をファックスで送って、うん、こういう質問をしてくださいよと、うん、極端に言えば、ね、私は自民党が大好きですから、自民党のやることは大賛成ですから大いにやってくださいって、そういう質問になる。極端に言えばその法案にそれをねうまくね載せるわけですよ。自民党が好きとかそんなこと言いませんよ、まあ、教育はやっぱり、うん、そう、親の家庭教育が一番大事ですから、なんとだって私はそう思いますというような質問をすると待ってましたつんで答えが来る。また離れるけどね、俺はね、うん、落語家だからね、現実は事実だっていうのがあるからね、あんなものね、どう教育なんてどうやってダメですよ。悲しいのは親だけで、だったら親がやればいいじゃん、それだけのもんだよ、うん、でも親だけではねカバーしきれない部分が学校があるわけですから。そういう国なんだから諦めなよもう。いやだからね、あの本当61年の間にね、うん、腐ってきちゃったんだ。そうだ、もうしょうがないよ。しょうがない、61年経って、うん、あの醸し出しちゃったのこれだもん。でも そこにはね大人の責任もないとは言えないから。いや全部大人の責任だよ。全部だったら我々は反省の弁こそ伸びて述べるべきだ。何も反省しねえよ。してないもん。首くるの足引っ張れの正義ですじゃねえか。してないじゃないの。そんなこと言うならじゃあ核兵器のような核武装のあの大きな問題、さっきもちょっと出てたけども、うん、こっちの方がでかいよ。何でもやりゃいいじゃないかんの。いや、ね、議論だよ。いやいや核武装ね、うん、についをめぐる議論をするしないと言った時にどうだっていいじゃないかっていうこの乱暴極まる意見ね、うんうん、これを止められちゃうことが怖い。ああ昔は寄席というね、うんうんうん、サロンがつまり落語家という、ねうん、芸人という河原浩司がやってると言い訳もしながらね、うん、そこでもってまた長屋の、うん、井戸端会議で、うん、また飲み屋のところでもって、うん、なあ一人や二人のおめえはっていう、これとっても大事なんだ、うん、井戸端会議ならいいよって言ってんだ。井戸端会議をそこで止めちゃってんだテレビが。あ、テレビが、テレビのコメンテーターってバカ野郎どもが止めちゃってんだよ。口座だって言いたい方で言ってるじゃない。いやだから言ってないよ、俺だけだよ、うん、いやだからあみんなが言ってないってことか。言えないよ、じゃあバカ。それは言えないっていうのは要するに意識が低いから。いやそれは意識低い、あるいはともかくとしてもね、うん、そういう基本的なものをね、うん、止めようということがね、うん、土台無理なんですよ、うん、止めない、うん、止めないから、うん、ね、核の議論をすべきかどうかどうなんだ。
言ってちょうだいよ。なんでもいい、すべきとかすべきじゃないんだ、勝手にやれっつってんだから。あ、勝手にやれか。やれだから、それを止めることもないよ。分かった。だから所詮そんなとこから出る意見はね、うん、ゲスの勘繰りで当たってる場合もあるけどもね、うん、やっぱり決めんな、上の方で決めてくんだからね、うんうんうん、だけど彼ら議論じゃない、不平不満をブーブー言わせる状況がないと、それはダメだと言ってね、不平不満なんだから論議にならないよと言ってるこのコメンテーターたちのバカ野郎どもが始末があるんです。論議にならなくてもいいんだよ、いいんだよ、そうだ、言いたい放題なんだから。だから今聞いてるのは核の問題について議論もタブーでしないことになってた日本で、そろそろしてもいいじゃないかと。でしないことがおかしかったんじゃない。そうよ。あ、そうか、そういう意見か、うんうん、そうよ。っていうことは議論は多いにしろか。だってあんなもの法律でも何でもないんだろそう、憲法で決まってるわけじゃないんだよ、ね、ちょっと待った、非核三原則、それはね、うん、決まってないよ、非核三原則、うん、だからそれはですね、国会決議という形で法律よりも重いんだよ、うん、与野党ともに全員が、国会が国民の意思を反映して非核三原則ね、持たず作らず持ち込ませず、うん、だけど世の中変わってくるじゃない、いろいろ。だから変わってくるから議論をしなきゃいけないよ、ね、っていうことになっちゃう。法律より重いのに、なんで自民党 のああいう役員が言うようになっちゃったの、うん、だからおかしいじゃん。いや、時代が変わって、北朝鮮がね、うん、ぶっ放す時代にね、うん、我々は、ね、何をしなくてもいいんですか、国民の安全はこれで守れるかと、うん、こう言ってきて議論したいと言ったんだよ。キノコはかかってきちゃった。だから議論は したいという意見でしょ。いや、しなきゃおかしいよ、するべきだよ。ただするとね、やはり日本も核武装して、うん、持つべきだっていう方に行っちゃうんだよ。いいじゃない、行ったって。いや、いいよ。だから何が悪いんだよ。いやいや、すぐに核が持てるわけじゃないのに、日本も持つぞ持つぞって言ったら、せっかくね、北朝鮮に対して、ね、核を持つだと言ってるのに資格なくなっちゃうじゃん。でも核はさ、核は持ったって日本にはそれだけの力があるんじゃない、うん、ないないない。あのね、ないの、持とうと思えば持てるけど、持ってね、世界の憎まれ者にまたなるよりは持たない。持てる持てないじゃなくて、議論したっていいじゃねえか。そうだから議論はいいと思ってるんですよ、うん、ただ議論の行き先が、議論もするなったってするんだ、人間ってのはわけのわかんないやつ。核持ったっていいじゃねえ、シャがあるからいいじゃねえかとかね、飛車角落ちでやるじゃねえかとって。だからさ、言ったでしょ、井戸端会議とかね、うん、酒場でやるならいいけども、国として政府として、あるいは党としてやるというのはね、やはり諸外国に、日本もいよいよ核持つ気だぞって。じゃあやらなきゃいいじゃねえか。なんだよ、やらなかったら意味がない。やっぱりやるべきなの。どっちなんだ、やるべき、やるべき、意見、議論はやるべきなの。じゃあ立川家元として、立川談志を北朝鮮に連れてって、うん、向こうと交渉して、うん、うちにも少し分けてください、うん、てこと思うとかな。そうそう、俺昔考えたんですよ、鄧小平がいる頃ね、うん、中国だ、中国行って、うん、これ文明堂の貸すってら、ワンスーチに打てないよとあ、それすまねえな、うん、これやるから、これ要件なんだ、上海もらいてんだけどくれねえかな、上海だけでいいのか、お上海だけでいいよ、おっか、上海もらいてえと言ってカステラ持ってきたやつがいるけどな、取り替えちゃう、取り替えちゃうそれ上海、俺はカステラでもらってくれば大変なもんだ。俺はずいぶん悪い夢見てたんだな、昔は。現実的に考えてんだちょっと待って、うん、で待って、それで話は元に戻すけどな、うんうん、その一般の庶民に対して、うん、一般の庶民に対してその桜入れて、うんうん、だけど桜なんざ入れるのは当たり前なんだもん、だからやるよ、そんなもん、うん、さっきのタウンミートのこと言ってた。そう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 、うん、ただその前にね、税金から謝礼を払ったりしてね、うん、今ちょっと出てたでしょ、官房長官、それもらうでしょ、普通は。いや、普通はもらう、その言う通りやってあげたんだから、冗談じゃないよ、ね、国民集会で意見を言うんだよ、出演者じゃないんだから。金をやらなきゃやってもいいってことか。いや、そうじゃないよ金までやってるというのはいかになんでもね、国民騙しじゃないかと、こういうふうにもう取られちゃうんだよ。自民党なんかずっと国民騙しやってたじゃないの。だから国民騙しってだって目の前でだよ、やらせ質問やって、ありがとうございました、どう思って、初めからそういうことを仕組んだら、国民真面目な人は怒りますよ。じゃあつまりやってたよ、神が罪は憎まない、罪のバレる間抜けさを憎むってやつだな。いいこと言うね、うん、それだ。ただ庶民の場合にあれ5000円とかなんかだろ、まあ、5000円謝礼もらったんだろ。自民党やなんかもっと何億ってお金が動いてんじゃない。ちょっと待って、そちらは罪は深いじゃない。ちょっと全然違うじゃないの、話が。いや、だけどやらせはあるっていうことを言って。わかりました。だからそれは、ね、やらせの代表みたいなもんで、あっち行ってやらせ、こっち行ってやらせだな。そうだよ、ちょっと待ってよ、隙間さんにおめえ、隙間さんそれ昔のことを今ほじくり、プロレスは俺が一番詳しいとかね、そうそうルーテーズは強かったとかね、猪木、うん、はインチキやったとか、なんかいろんなこと言うじゃない。この二人ダメね。いやいや、ダメ。いや、それはね、過去の話をしようよ。いやいや、いや、俺がしたんじゃなくてね、こう言った人がいたよ、うん、核武装はね、した国同士が戦ったことがないんだってさ、うん、
だからそれがあれなる、まあ、抑止力になるんですよ。なるけども、それだったらどうだっていう話をしてたよ。核競争がただただね激烈になるだけだから、そこに日本が参加することはないと。それでもしくはバカバチ買ったら全員が核をやめようってなるんじゃないの、うん、いやそれは世界中が持ったらやめようじゃない、必ず裏切り者が出てくるから。先生時間が来たっつって、あ時間が、あそう、かくかくご苦労様でした。じゃあ次は違う核ですか、核だよって誰がやってんだかわからない。じゃあね、まあ、ご両人のレベルに合わせて食べ物の話をしよう。いや食べ物の話はレベル高いよ。いや高いけどさ、今低そうに言ったじゃねえかよ。そうじゃないよ、核とかそういう話するとでかすぎるから、うん、身近な話と。じゃあ核じゃなくて筆前ね、でね、明星食品っていう会社知ってるでしょ、即席麺のね。それから卵なんとかとか、日清食品も知ってますね、うん、日清、うん、この2つの会社が資本提携をしてですね、一つの会社になるわけじゃないんだけれども、あのいよいよ、協力しながらこれからやっていこうと。即席麺の業界がガラッと変わった。理由はですね、この明星チャルメラですよ、明星食品ってのは、うん、そこへねアメリカのね例のねファンドっていうのは要するに乗っ取り屋たちが、うんうんね、TOB っていうです、ね、そうです、うんうん、その明星にね TOB かけた、つまり株一株700円で買うぞと、俺は今こんだけ持ってるんだけど全部買って乗っ取るぞと、こういうね宣言をしたんですよ。敵対行為なんですね。そう、敵対買収ですって、うん、ね、そこで明星食品が慌てちゃって外資に乗っ取られるくらいなら、ね、身内でなんとかってんで、ライバル同士だった日清食品、お前だ英語でも日清食品のところに行ってお願いします、抱いてください、つまり一緒にやる、ね、日清食品そうそうそう業界一ですから。向こうに取られちゃうとどういうマイナスがあるの？マイナスって会社もどうなるかわからないじゃん。会社の都合がいっぱい食うやつの都合じゃない。チャルメラ何？チャルメラが違う名前になっちゃった。そんなことはないでしょうが、そこまでいけませんよ。とかでもさ、ね、アメリカ資本だったら日本の会社もアメリカ資本はいっぱいあるんですが、うん、全部役員は飛ばされる、従業員だって半分ぐらいになるとか、何が起きるか分かんない、乗っ取られるんですから、うんうんね、でもともと乗っ取られてんじゃない、日本なんかアメリカに。日本乗っ取られたって会社は乗っ取られたつもりなくて商売できてるでしょ、自由に、自由経済ですから、うんうん、だからそれはいいんです、ね、だけど現実に株持ってかれちゃったらばどうなる、社員もお前いらないよって、毒蝮ダメだよこんなのが重役になって、こうなるんだよ、これ当たり前なんだよ。だけど社員なんてのは人間いくら守ってんだからで、いつダメになるか分かんない、俺たちなんか煩わいおしまいだぜ。だそれは一人でやってるから自営業でしょ、うん、で会社ですからやっぱり組織ですから、そんなおしまいでって言えない、上に立つ人は会社を防衛しなきゃいけない。職員というのは目つけられたか、うん、あ違う、目つけられたっていうから、もともと隙があるからしょうがないんだけど、隙があったんじゃない。いやそれだけじゃなくて結構アメリカで売れてるんだよ、あ、うん、だから向こうがいい商売だから、そうそうそう、でここは全部ね抱き込んでね商売しようって言った、はい、明星食品は怖いから旦那お願いします。だけどそんなのみんな考えんじゃない。いやだから考えるじゃない、今の世の中世界だから。そうです、うん、その通り。自動車だろうが銀行だろうが、そうだ、日本だってトヨタが GM を買収するなんてことありえるじゃん、今 ABC がなんか MX を買収しようって言ってるそうなの？おいおい、ABC が来たらしいよ。NBC が怒ったらしい。それが本当だったらこんなとこにいられないよ。俺たちやられちゃうの？俺たちどこ行く？ニューヨークマンハッタンの上から放送しなきゃ。そんなら行くよそっちへ。だからもう世界的なね、日本の企業は特に狙われるんです。世界的にですね、もうそういうのは当たり前なんですが、今回は明星が日清に泣きついた。と日清がいいだろう悪くないなと呼んで、じゃあうちが TOB かける、つまりお前のところの株をアメリカ700円で買う、じゃあ870円だって、それでうわーっと今株価上がってますが、日清食品が資本提携、業務提携、これがほぼつまりこの固まった方がいいの、固まった銀行なんかよくやってるじゃないですか、税負はあるっていういろんな銀行の名前言えないでしょ、言えないね、だから三菱銀行と東京、三つぐらい一緒になっちゃった。UFJ が一緒になって、三菱 UFJ 東京とかいろんなこと言ってる。それが当たり前。つまり大きいところはより大きくなって競争に勝とう。小さいところは飲み込まれちゃうから、ここで何とかしなきゃならないから大とくっつこう。もうこれが当たり前なんです。だから町の商店街なんかみんななくなっちゃってスーパーになっちゃうよ、うん、だから商店街は一緒になってやろうというだけの資本力もないし知恵もないから、お店を潰れちゃう、そうそうそう、それが人生だよ、しょうがないよ、しょうがない、だから会社は
潰れると社員もいるし取引先もいるしいろいろあるでしょ、うん、下請けもあるし、うん、だから潰れないために生き残りかけてどうするかって言ったら今回の日清と明星のくっつけはなんとかなんのなんとかなります。じゃあ、ね、みんなくっつけんじゃねえか。だからくっつこうとしてるけどやっぱり利害が対立して簡単だけど日清とさ、うん、明星が一緒になったらでかいね。でかいって言ったってシェア 50% だってこのじゃカップヌードルの大きさも大きくなるの。カップヌードルだけだ袋麺とかいっぱいある。大きくなるの。ちょっと待てよ。何ね、あれさ話は違うけどね、うん、俺あるラーメン屋行ってね、うん、お湯かけてねあんな柔らかくなるのはパルプしかねえって言ったんだからね。紙だろっつったらね他は知りませんがうちは紙じゃありませんっつってね。他知らないんだよ。だけどあれ便利なんだよ。なんかもっと考えてないじゃねえかあんなもんだね。例えば週刊誌なんかお湯かけたらうまくなってなんか食えるようにしてな。そうそうそうどうもな週刊夕刊の方がうまいなとか朝刊はうまくねえとか。ヤギじゃねえんだよ食いたくねえよ週刊現代はちょっとあれだけど朝日はダメだなとかいろんなことやってあれ食えるようにしたらいいじゃん。そうだ知恵で補えよ。そうだよ買収されないようにさ週刊誌はね食えって言ってないんで即席麺という立派な世界に通用する食べ物がある。だいやいや会社の話してんだから だから俺なんか今ビニールをどうやって食うかって日夜考えてんだよ。ビニールが食えるようになった日に俺大変だよ。だって20年ぐらい前から研究してたよな。そう研究してんだ俺、うん、言っとくけどね、うん、そんなこと言うとね死んじゃうぞ。何をちゃんとしたもの食わねえと。どんどん周りで死んでんだぞ。何をいろんな人がだってビニールだって体にいいビニールを作ってくれりゃ、そうそうそうだよ体の栄養にいいビニールを作ってくれりゃ君たちの話の前にもっと生々しい話数字がついて生々しい話ビニールみたいなうんこが出てるすごいんだからな透き通っていいよ。いや透き通ってるんだよ。これやりたい海中やらんからすぐ分かるんだよ。それではサラダ虫が何か入ってますけど今週の訃報と参りますからね。今週もね、亡くなったんだ。いや、夫婦、今週の夫婦。陳さん入ってるの？入ってる。まだ入ってる。持ってる俺が入ってるわけない。夫婦。夫婦。好きな人が、好きな人。あの、西部劇やなんか出てきたのは、映画俳優の悪役やつ。ジャック・パランス。ジャック・パランス。パランス。亡くなった。あれなんかオスカー取ってあそこで打てたですなんてやってたけどね元気だなっつってね。 あの人はやっぱりずっと悪役でやってね、うん、すやの悪役からそのやれそのリチャード・ウィドワークだとかね、うん、オレブ・ディ・フォーみたいにいい役にやっちゃうってのは嫌だね。悪役がいない映画なんてつまんないよ。何役役ずっとやってないでいい役に回りたかったの。いやそうじゃなくてね回りたがるやつがいっぱいいるし、うん、いやでもジャック・パランスも事実そうなの、うん、あのフランス行ってね、うん、ブリジット・バルドーかなんかと、うん、撮ったのね、うん、それは軽蔑っていう映画でね、うん、いいおじさんの役なの。ああそう、うん、じゃあ悪役はさ女を取っちゃう役だ。でも飽きちゃうのかな悪役って面白くてすごいらしい。悪役ずっとやってた方が、うん、いるけどねやっぱり例えばね、うん、例えばなんだろうな、うん、ジャック・イーラムだとかジャック・オールデンそのエライ・オーラクとかエライ・オーラク、うん、カール・マルデンだとかね、うん、カールマルデンああいうね演技ができてねロッド・スタイガーだとか、ね、うん、ああいうね悪役がいるからハリウッド面白かったまさにまさに映画はすばりドラマは全て悪役ですけども、うん、でも悪役で終わって吉田吉次郎上田吉次郎さんの悪役で終わったでしょ。いいじゃない植木ちゃん植木ちゃんよかったでおっぱい俺にしゃあなせろ植木ちゃん上田吉次郎今見てる人でもね、ご年配の方だけだよ今のわかんない。ちょっともう一回やってみてあれ。ねえ、ねえ、もう一遍やるほどね、そのあのずずしくないよ。聞きたかったんだよ、分かったよ。でもその話はね、叩かれなおねえろ。なんだよ。先輩で議員24年やってんだよ。議員24年やらせて。議員24年やったっていうのはね、本当に。桁が違うほど偉いんだよ。本当はな、6年と24年じゃ。そうそうありがとう。内容が違う。6年の方が内容がすごいんだよ。いやすごいっていうよりあんまりあの迷惑かけなかった。こいつは24年迷惑かけなかった。無駄に取れやった。みんな。まあいいや。それで大損だ。今の話はね、悪役がね、いい役やりたがるってのはね、まさにお笑いなんかね、喜劇をやってる人がだんだん晩年はとてもいい役になりたがる、やりたがるのね。でもこの夫婦をちゃんでもそうだしな、有島さんでもそうだし、そうでしょ。そうそう。だからそれは悪いとは思わない。いろんな役やればいいんだ一緒に。でもジャック・パランスという役者はいい役者だろ。いい役者。悪役としてはすごい魅力あったじゃん。いや人間的にも良かったんじゃないの。うん、でもまあ外人ばかりじゃないんで、あの日本でも漫画家のほら原泰さん、原泰さんが亡くなった。俺たちより若い。いや若いって63ですよ。だから若い。若いよ。若い。若いおめえいくつなんだ一体。俺は年忘れたな。うん、そうだろう。10歳違うじゃない。あ、じゃそうだ。ただね、あのね、あの漫画ってのは面白いのね。原さん、原さんばかじゃないだろうけどね。うん、例えばね、まあ今分からない隣近いやザーメンでもいいですよね。うんうん、例えば隣近なら隣近というのは性病の一つですね。隣病の近だな。隣病の近、隣病の近っていう小説は書けません。隣近をしょっちゅう男女のね、うん、その葛藤みたいなの書けるけど、と原平の漫画なんかね、うん、その精神がこっち行ったりまた戻ってきちゃったりね、隣近という漫画を
あの人がやったのか、まあ、他にもいたかもしれませんがね、そういう発想は面白かった、ね、そう、いや、あの人テレビで有名だったしね、うん、しかも更年期障害でもうすごい苦しいんだっていうか悩んだんだよな、うん、男の更年期障害 でなんかもう最後はもう僕死ぬよって言ったとかね、あ、分かるね、うん、俺も今そんなような気持ちでね、うん、それで酒飲んでもう控えなかったって、でも頭良かったね、頭いいんですよ、そいやいや、あの記憶力は抜群、うん、クイズダービー、うん、でも記憶力はね、この人家元の方がすごい、あの 最近ダメになってきたな、そうかい、うん、もうダメって、何秒間か考えてやっと出てくるよね、そう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 、あ、そうなの、瞬発力が なくなっちゃう、あ、記憶力がじゃあ早期力っていうんだ、思い出す能力、ああ、そうそうそう、だから総理大臣なんて言われてもね、ずいぶん考えないとね、うん、そうそうそう、吉田茂なんて、そう、安倍の宗党かな、安倍の貞党かな、ああ、そういうか、安倍の中丸とか、ね、そうああ、じゃあ長くないな、ね、監督、うん、心配ないよ、あ、ちょっといい、原平さんのことでね、うんうんうん、漫画家としてはどうなの、やっぱり地位は、まあ俺はあんまり変わらなかったよね、俺はナンセンス漫画加藤義郎が好きだったから、ね、ああ義郎さんいいね、うん、それはね、あの言っちゃ悪いけどテレビで有名になったけど漫画そのものではね、それほどの評価はされてない、ね、まあ一番は手塚先生になる、ああ手塚先生が違うじゃない、でも俺ね、うん、原平さんとね、あの子供電話相談して、ね、テレね、TBS のラジオでやってる時ね、うん、飲んだことがあるの、うん、したらね、まあ三さんこういう話があるんですよって、うん、話なんだけど、うん、時間が来てんだけど短くやってくれよ、うん、じゃあまた来週来週じゃない、この次別のコーナーやりますから、今までこのコーナーではね、あのなんていうか洋画中心だったでしょ、うん、やっぱり日本映画もやらないとね、ところが日本映画高くて使わせてくんねえんだよ、あ、そうか、爆弾に高いって自民党でも頼まなきゃダメなんだよ、あ、分かったよ、シーンを出すのができないっていうか、あ、そうかそうか、まして MX じゃんか銭はねえんだもんだってそんな映画のシーンなんかいらないよ、だからこのポスターを動かしゃいいんじゃないか、そうそうそう、誰が動いて喋ればいいんだよ、ね、家元森重さんだよ、あ、いいよ森重いいよ、ね、だからズバッと言うと今まで その日本の演劇界いろんなの含めて芸人なんか含めてやはり最高は森重であると俺は言ってるんだ、うん、じゃあその通りだよ、うん、世間の評価もそうだよ、九代目團十郎見たことないけども、ね、六代目の音羽屋でも江ノ県でも、うん、六波でもやれいろんないますでしょ、うんうんうん、やっぱり重さんが一番だと俺思うよ、うん、そうエンターテイナーだね、特にこの辺は東方映画のね、東方の喜劇ものサラリーマンシリーズがいろいろあった、それでいろいろ何その社長シリーズだとかね、それから駅前シリーズだとかね、いろいろシリーズってじゃ毎週毎週出さなきゃなんないんだから、やたら作るわけですよ、だからどれもがヒットしたんだよ、まあ、そこそこ当たったわけだね、うんうん、あ、ついでとは言っちゃいけないけど、こっち見て、こっち三等重役っていうのがあったんですね、ありましたよね、うん、だからね、初代の社長が川村歴史でね、あ、そうだった、そう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 、うん、だからね、三等重役もそれから社長三代記もあるし、もう他にも駅前もあるし、いろんな喜劇全部しげさん、全部しげさんだけじゃなくていろいろ出てるけどね、他に脇役、まあ、しげさんとしてはその、うん、まあ、満州から引き上げてきて、まあ、うん、NHK のアナウンサーとして新居へ行って、ね、ちょっと待った、もともと芝居役って劇団員だったんだよ、戦前は、いやいや、ムーランは戦後の一時期ちょっと出たんですが、うん、NHK のアナウンサーになる前はね、劇団員だった、あ、そう、全然 NHK の劇団員、いや、違う東京宝塚劇場がやってる劇団員で、早くばっかりで恵まれなくて全然ダメだった、それで怖くてとにかく新居へ逃げちゃった、そうで NHK のアナウンサーよ、それで、それで向こうで、満州の放送局で、じゃあもともと芝居家はあるんだよな、芝居家役者なの、志望は、うん、でも売れる顔じゃねえもんな、そうだよ、だってな、あのアナウンサーみたいな顔だもん、どっちも、そうテレビに映らないアナウンサー、だから家元知ってるでしょ、うん、NHK のアナウンサーだったんだけど、 NHK の番組で藤山一郎さんとやった愉快な仲間で、うん、あれがヒットしてだんだん出てきたんですよ、うんうんうん、でムーランルージュにいたのはその前なんですよ、ほんの一時期ですよ、一時期新宿のムーランルージュで役者やってたの、うんうん、目立たなくてね、目立たない、あの頃やっぱり森の鍛冶屋だとかね、うん、森の鍛冶屋はもうちょっと古いよ、もっと古いか、うん、昭和24年、昭和21年に帰ってきてんだったね、もう福音21年に帰ってきてもうすぐ演劇活動やったんだ、ね、やったんだけど売れなくて、売れなかった、でムーランルージュにちょっと出て、うん、でここでも大して目立たなかったけども、 NHK のねやっぱり番組、あれがそうかな、もっと最初に当たったのないのか、当たって出てきて、まあ、それはあの藤山一郎は売れてましたし、うんうん、で越路吹雪と3人で、うんうん、あの愉快な仲間、そうです、で2人とも仲悪くてね、うん、あの藤山さんとあの重さんはね仲悪そうだな、あ、片山も真面目でこっちもいい、紳士だから、うんうん、じゃあ女の子のケツは触るわ、うん、エロ話はするわ、うん、でしょ、いや触るってね、これは名人なんだよ、
本当に触り方を教えてもらおうと思ったよ。もう誰にでも さりげなく触って、それで女の子がね文句言わない、怒らないだけど三井美奈怒ってもやめちゃったんだからね。あそうだ、スリービューティーズの三井美奈、また今ねあれが出てるよどっかにね、上原美佐がなんか出てた。上原美佐ってあの黒沢明の映画で隠し撮りでの沢君、うん、確かあの上原美佐だと思うんで見てみたいと思って、まあ、それこっち置いといて、でもまあいいわ、今日はね喜劇だけでね、うん、脇役もいっぱいいるから、うん、その話こう盛り上げてくれる、脇役、脇役も含めて、これ駅前団地のシナリオですよこれ、うん、こんなシナリオがありましてね、それフランキーさん、え、だからこの駅前団地は見てください、しげさんの方が誰が出てます、二木誠って二木テルミの弟ですよね、子役、万順、森光子、うん、森さん出てんだね、あ久保健、それは若い役者だね、久保健ってあれ山内健の、山内健のことか、うん、あ佐藤真彦、フランキーさんが、まあ、これも勝手に、ね、破っておりまあ、配役をあれしたんですよ、結構出てるよ、となるとね、やっぱり豪華豪華、脇役もいいよ、もちろん小林健さんもいいし、佐藤春也、うん、渋沢歌子が出てやな、ね、歌子出てる、歌子だん歌子だん、うん、まあいいや、と森重さんの映画ね、森重さん、これは全てこだって見てごらん、森平さん、有島さん、鳥谷さん、うんうん、立川雄一さんというのはね、うん、俺もよく知ってたけど、うん、というようにこの脇役がまた充実して今は考えられないわけよね。その中で森重さんが中心にやってやったら当たるのは当たり前だと思うんだけど、それは森重さん言ってたよ、うん、あの小林さんがね、うん、あのほとんどアドリブでもできたって言って、うんうん、加藤さんは結構真面目な人、加藤大輔さん、ね、いよいよ真面目だけど、しげ、うんうん、さんは真面目だったっつってたね、うん、あ真面目だっていい加減だけど面白かったっつってた、いい加減だよって面白い、アドリブどんどんやっちゃうんだから、でまあ当人としては見事ぜんざいであったことが、うん、であれにあのあ、まあ、私事ですけどね、うん、あれにあ憧れちゃったもんだから、私にはその喜劇の主役が来たの、え、あの東宝でやったじゃない、うん、2、3本やったんだけどね、うん、でこっちはほらあの 森重的な人情喜劇に憧れてたから蹴っちゃったんだ、つまり具体的にはどういうことかっていうと、植木、うん、植木さん、うん、あの無責任シリーズが終わったっていうか、うん、あとは俺で生意気シリーズってね、うん、やるつもりだったんだよ、立川男子の生意気シリーズ、シリーズってやるわけだったんだ、うん、シリーズになんないだろうなきっと、うん、1回とでも1本取ったの、日本、いや1本当たらない、その前に、うん、あの落語長屋みたいと思って一応みんなと一緒、それから俺がトップ、うん、で3本目がね、うん、まだ名前シリーズじゃないんですけど、うん、とりあえず遠山の金次郎やるってことになった、うん、俺がなどうやってさ、知らないよそんなの、雨宮さんがそう言ったの、大地からお前こうちゃんと来て、だからさ1時間も2時間前行ってね、こうやって書くわけだよ、冗談じゃねえやつって言って、それで俺辞めちゃったんだよ、ね、今の演歌、うん、嘘つけ演歌、あれは代わりにやったんだけどね、あそうなの、うん、あれは俺の主役だった、ねね、本当は桜吹雪をかけて、ね、書かせてくれって言われて、ね、どのぐらいかかるのこれ、絵の具かなんかで、かかるよ、かかるよ、下手すりゃ風呂に入ったって取れないくらいなの、あそうザブって入ったって、でどっか話かなんかまで泳ぎに行って脱いだりなんかしたらウケるよ、あウケるかウケたってしょうがないけどさそういう役が回ってきたりしてたんだ、そうそうそう、現実には、それで森重さんはね、うん、もちろん映画ばかりじゃなくて執筆、うん、それから最後に舞台やる、うん、屋根の上のバイオリンやるようなことになるんだけどね、うん、その他にも南の島に、これもね、うん、俺あの役もらったんだけどね、うん、あ加藤大輔さんの原作だよな、いや 南じゃなくて、ね、佐渡島滝地かな、あ佐渡結構いい役なんだ、これ舞台でもやってる、ね、俺は毎日行けないから断っちゃったけどね、うんうん、だからさ売れない時期があったんですよ、そうそう、だから何でもいいから30代の半ばでね、うん、ビューッと売り出したんです、あだからまあムーランに行って、でムーランからまあいろいろやってて、それでまあどれんから出てきたか知らないけど、陳さん曰く、うん、愉快な仲間、愉快な仲間であるとか、うん、NHK のね、これは週一のね30分、うん、で和芸がうまかったな、俺本にも書いたんだけどね、うん、階段をやったの、うん、落語会見とか浪曲会とかなんとか、うん、全部しげさんに食われちゃった、うん、和術家が、うん、そうだろう、あ食われちゃうんですよ、かなわないですよ、だから徳川無線にみんな食われちゃった時代があったと同じように、うん、しげさんに食われちゃう、うん、でそのしげさんがやっぱりね、うん、フランキー堺を意識したって言ったね、うん、あ俺の後はこいつだみたいな、そうじゃなくてライバル、ライバル、一時森重とフランキーっていうのは両雄並び立たずぐらいの、なんかすごい、じゃあフラさんっていうのは素晴らしい、やっぱりいやー俺は思わなかったけどね、あそうか、俺思わなかったけど、俺はしげさん党だから、ね、うん、あそうかそうか、だから、ね、ああいうふうな明るいのが好きな人はフランキーの方行ったんだけどね、うん、だけど小林さんまだ元気だよな、元気元気、82歳、ちょっとこれがそう、小林さんよ、小林刑事、そっちもほら小林さん、うん、上の方で左側で、これ小林刑事、ね、うん、これですか、うん、ひょえあのね、陳さんね、はい、まあ、俺の仲人だけどね、誰が小林刑事さん、いや彼が司会やってくれて、小林さんが仲人よ、
いや知らなかったね。だから俺も本当は役者なんだよ。すごいんだ、うん、すごいんだよ。それでね、小林さんがね、シギさんのことをね、うん、この方は非常に毒舌家なんですよ、うん、小林刑事さんって、うん、うまいんですよ、うん、それでね、シギさんがね、うん、遅れてくるんだよ、撮影所いつも、うん、あの9時開始の9時半ぐらい来て、いやーみんな忙しくてね、僕はね忙しいよ、ほんと暇がないよっつったら、うん、小林さんがね、うん、そのうち暇になるよって。そりゃみんなそりゃそうだろうけど、しげさんね、うん、そこそことスタジオ入ってったっす、ね、黙っちゃうね、うん、2年前かな、もう3年になるかな、暮れにね、会、うん、って飲んでね、まあ、耳が遠くなってるけど、うん、どこ住んだ、うん、天ぷら屋、あの、麻布の方の。ああそう。それでふざけてね、あの、うん、もうなんか食べるのにも、うん、エビを挟んでね、エビなんてのはこう、うん、こういう風に食うものをね、ここから食べたりなんかして大丈夫かいと思ってね。で耳は遠いけども、まあ理解はするのね。でふざけて立ち上がった時にはまたぐらい足入れてこんなことやってみたら、うん、あーなんて、それから受け場持ってるのちゃんと。ああ、やっぱりやっぱりタレントだよ、素晴らしい才能がほとばしるね。それでね、屋根のようなバイオリン弾きやったの、 あれ当たってどうのこうのね、うん、これは昭和50年代のミュージカルね、なんであんなものやってんだっつったらね、うん、もう気に入らないかねって、気に入らないね、あんなもの俺見てて思わずね、うん、こら先導校歌歌えこの野郎って俺言おうかと思ったぐらい食ったらね、屋根の上の見てね、見て終わってね、楽屋行ってね、面白くねえよっつったって言ったの。またひどいやつだね。それあれも言ってたよ、TBS の林原も。何が面白いのかって。いや、林原ってちゃんとした人だよ。あれは面白いところじゃないよ、すごかった。見てますよ、帝劇でも見て、早稲田の大隈講堂でもやったんですよ。いやでも茂さんがやることはないって。茂さんがやることはないんだ。そういう意味か。上条恒彦さんもやったけどね。いろんな人やってる。イデオロギーの問題だろ、あれはないし。まあまあ、それはそうとしても、あの、たまらなかったよ、あのミュージカル。あ、そうかね。まあ人様々だからね。まあ好みだから、これはしょうがない。好みだけど俺の目の方が合ってるだろうと思うんだけどな、うんうん、よし分かった。じゃあね、この森重さんね、話尽きないけどね、うん、あのもう一回ね、山のようにあるよ俺話あるでしょ、うん、今度は夫婦ぜんざいとかね、耳が聞こえなくなった時の話とかね、そういう時、それから文芸物と、うん、そういうような舞台とか、うん、そういう話やりましょう。コメディの方だね。そう、今日は喜劇、昭和30年代の喜劇中心だから、うん、話はたくさんあるでしょ、はい、取っといてくださいよ、はい、ね、それではまたね。診断ドカントです。今日はボクサーの話だそうです。誰がノックアウトされるんでしょうか。ではどうぞ。ボクシングがですね、途中で判定をね、途中経過それを報告するという、そういうのをこの間やりましたよ。あれはフェアでいいですよ。最後まで全然わからないと蓋を開けてみたら何これね、あれじゃダメですね、まあ、これからそういう途中経過をね報告するのがボクシングになると思うんですが、やっぱりね、昭和20年代30年代のねボクシングの世界チャンピオン、日本にもたくさんいたでしょ、うん、この話を家元したいね。いや、その頃ね、うん、なんて言いますか、戦争中というのはドキュメントっていうのはあんまりなかったんですね、うんうん、ドラマありました、愛戦桂だとかいろいろドラマ、ドキュメントってのは朝日ニュースとか毎日そういうのしかなかったんです。あ、いわゆるニュースというか、で戦後ドキュメントが来たでしょ、野球とか、うんうん、それから、まあ、水泳もそうでしたけど、ボクシングね、ボクシング、ね、それで、まあ、力道山が、うん、日本人のあれを鼓舞したというのと同じように、うん、ボクシングが、まあ、平井さんですよね、うん、戦後は平井から始まったんじゃないかな、うん、白井義雄さん、白井義雄ね、とりあえずね、そこにね、歴代の世界チャンピオン、うん、昭和20年代30年代から全部じゃありませんよ、ね、白井義雄さん、うん、ね、でファイティングファイ、これは偉いな、とにかくね、はい、うん、エデル・ジョフレ、うん、ジョフレ、ジョフレ、そうそう、ジョメデルっていうのはすごかったけど、うん、それをやっつけたんだから、原田はすごいよ、原田はね、ファイティング原田の前、原田正夫君だっけ、うん、そうそう、なんか小柄で、うん、すごいよ、これはいい選手だった。それで2階級を制覇したっていうのはすごいよ、うん、そう、フライ級とバンタム級、世界のね、うん、そう、うん、でしかもね、人柄がいいんだよ。あ、そう、うん、すごい礼儀心得てで、今も会長やってんだよね。あ、そうなんだ、今はボクシング界の重鎮だよね、うん、藤田氏ね、勝ってもかぶっても大和魂っつった、これは俺大好きだったね。いや、あ、そう、強かったよ、このパンチはすごかったよ、うん、強かったけども寿命が短くて、そうで結局ハワイに帰って、そうそうそう、ガイドやってましたよ、運転手やってたよ、運転手、だ、運転手兼ガイドなんだよ、日本人相手の。あ、そう、ね、中田義明も強かった。あ、そう、知らないな、うん、強かったってのは誰だって言えるチャンピオン、世界チャンピオンだもん、他になんか言いようがねえのかよ世界か。
当たり前だよ、これ世界チャンピオンだよ。俺東京都で一番かと思った。やだな、もう本当に。大場ってのは天才だって言った人でしょ。これはすごい刺激的な最後。スポーツカーに乗ってね、このチャンピオンもずっと随分防衛したんだ大場はね、うん、でチャンピオン乗って高速道路から墜落しちゃったんじゃないの。そうそうそう、篠田国明も足速かったら野球やったけど、あそう、うん、やっぱりフットワーク良かったんじゃない。そうだからシュガーレイ・ロビンスンっていうのはね、うん、アメリカの、ね、ミドル級チャンピオンがね、うん、負けたからなんかして、うん、タップダンス、うん、タップやってて、うん、次のチャンピオン誰だか知ってること俺だよっつって見事にチャンピオンに返り咲いたって話。当時我々のからアメリカのやはりその、うん、ジョー・ルイスだとか、うん、ロッキー・マルシャーノ、マルシャーノだとか、うん、ジョー・オルコットだとか、ね、オルコット、あの、あの映画でね、うん、映画じゃなくて写真ワンシーンをポンと撮ったの、うん、でルイスのねパンチをオルコットがこう受けてる瞬間的な写真、すごいね、いい写真、顔が半分こっち行ってね、ここのところへあのグローブが来てるの、うん、すごいもんだ ね、 いやね、それが戻っちゃうんだ、途中で悪いけど、ね、戻っちゃう、ね、ね、これちょっと待って、はい、これはこれほらこの雑誌見て、白井さん、平沢節尊が主催っていうボクシーの解説者で、うん、そうそう、テレビで広沢節尊、平沢節尊、文治の坊広沢節尊さんにね、あの最後にね、うん、あのなんか賞を取ってあげようかっていろいろ努力したんですが、まあ、大したことないけどもらえたっていう、まあ、ちょっと私にとってのエピソードがあるんですけどね、ボクシングカゼットってのはあれだった、そういう雑誌もある、でこれはあの個人でやってたらしいね、これ誰、これは大場、大場らしいね、あ、うん、俺の知ってるのはね、あの堀内、あ、三兄弟、ピストン堀内三兄弟ね、ピストン堀内、堀内博士、うん、それから堀内最後、うん、一番下の子だね、ピストン堀口は常夫だよね、堀口常夫、そう、あので次男が堀口博士、バンタム、自動車に、いやいや、夜中歩いてて汽車に引かれて、うんうん、ピストン堀口、えピストン堀口、そうそう、うん、ピストンも機関車にはかなわねえって、あ、そんなこと言ってましたけどね、そう、あでね、うん、平井さんに聞いたんですけどね、やられてね、うんうん、どうやってやられたか分かんないんだって、勝ったか負けたか分かんないんだって、控室に帰ってきて、ああ本当に今日直に聞いた話を、失神したんだな、うん、いや失神しなくても夢中でやって帰ってきて分かんない、かんない、覚えてないっていう、勝ったんですか負けたんですかって言ったら負けたよ、あそうですか、でビデオを見てて、あここで負けたんだなと、だからこういうんじゃないんですってね、倒れると、これは平井さんの話じゃないけど、リングがここへ上がってくるんだってね、あなるほど、自分じゃこうなってリングが近づいてくるのか顔に、そう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 だろう、倒れる時は、うん、で俺が ねふざけてね、この大きなボクシングやってたわけね、うん、相手がこうやってんの、俺バーンってやってたらふざけてこうやったらこういうボンって当たっちゃったの俺の、うん、スーッてなっちゃった、やっぱ分かるそれは、あと次ますよ、これなんておでん屋、団子屋、団子屋、この人はなかなか変わってるけど面白い人だね、なんか変なんだよ、いや面白いよ、面白い、あのね俺彼とね、うん、ラジオの番組でね、うん、5ラウンドぐらいやったのエキシビジョンで、これもちゃんとラジオでなんでボクシングやんの、いや土曜ワイドで A さんがやろうよっつってで彼は世界チャンピオンですよ、そうだよ、それで久米宏が俺の、うん、あのリングアナセコンド、あ解説、うん、解説とか、うん、中継、うん、で品川のね、うん、お台場かなんかのね、八百板さんかなんかのジムだった、ね、うん、それでやったんだよ、それでなんとね、俺もね少しは運動やってたから、うん、で輪島は殴っちゃいけないんだよ俺を、ああそうかそう、ね、うん、で俺はもうとんでもいいから殴って、ね、うん、それであのどれが続くかっていうの、うん、それでね、うん、1分戦って3分休み、うん、なんだよ逆なんだよ3分戦って1分だろ、だけどどうにもなんねえだろうな、くたびれて、あのね30秒こうやってるうちにもうダメでしょ、もう1分経たないよ経たないよって、それでね俺殴って言っていいの大丈夫って言うから、いいよ大丈夫だよって、そしたら彼はふざけたんだけどボディをしたんですよ、うん、要するにボディはね顔と違ってこう後残んなかったなんか、うん、ボディの方がいいって言うんだ、そしたらね10秒ぐらい経ったらずーっと苦しくなっちゃった、後でだんだんだサンデーサドラのね、うん、ロング服食ってね、モロにひっくり、あれ誰だったかな、こっちのあのまあ金子真司だったかどうか知らない、モロにひっくり返っちゃった、金子さんじゃなかったかもしれないけどね、じゃあガッツ石松の話、ガッツな、ガッツさんもなかなか変わってと思う、カエル飛び、うん、だからこれあの俺はあの金平と友達だったからさ、うん、金平会長俺も大好きだったからね、よく頭引っ叩かれてるからみんなバカになっちゃうんじゃないかって言ったらねいやそうだよ、ね、衆議院に出たやつがいるからこいつだけは頭良くなったんじゃねえかって、まあ、笑いながら面白いよガッツさん、俺はね、うん、あの鶴太郎のやつがほらやってたろよくあそこで、うん、あれ俺にもやらないかって言われたんだよ、うん、下手すりゃ俺あそこのとこで何にもしなくもいいからあそこにいるだけでいいよって、うん、あの金平さん、うんうん、シャレの分かる人でねこの具志堅用高、うん、俺がね、うん、あの金平さん紹介するときね
嘘か本当かわからないよ。だけど相手のボクサーのところに眠り薬を入れた人を紹介しますからって言ったら、ゲラゲラ笑いながら出てくるくらい具志堅さん、いやいや、金平正樹、金平さんはシャレの若い、ね、素晴らしい人でしたね。だけど今そんなことやったらすぐな、いや今はまあやる人もいないだろうけど、いやまあまあまあそういう面白い話、面白い、まあ、ともかく ね、 詳しいね、懐かしきボクシングの数々、うん、平井、原田、海老原、藤武ね、こういう大場だとか連中の話をして、うん、まあ、お気に召したかどうだか、一つだけ、はい、どうぞ。当時はタイトルマッチやると視聴率が50、60といったんですよ、テレビで、うん、今は全然ダメなんですって。で当時あの TBS がさ、うん、ボクシングアワーがあったもんね、あったテレビで。テレビではね、今格闘技で潜水でね、女子プロもあったしね、そういうこと、あの沢島中のあのちょっといい加減だけどキックボクシングあったりなんかしたけどね、うんうん、まあ、時代が変わる、時代が変わってね、野球すらダメなんだ、そうそうそう、この番組だっていつまで持つかわからない、よく言った、面白くねえな、面白くねえなって言われた日には見てる人は何つっていいか分かんないね、赤犬の尻尾だ、え、メンバー変える、チンペ変えようか森重にしようか、なんだろうね、ボクシングの話も出ましたけどね、何やってんだ、いや麻酔打って効かないんですよ、効かない、いやいや効く、眠るんですけどね、こう数えてくれって言って数えてね、ワン、ツー、スリー、ファイブ、スナイン、九まで数えると起き上がっちゃうんですよって、こういうねこういうジョークがあるけど、あんまり面白くねえな、うん、痩せた痩せた、うん。